ハリソン・フォードはアメリカ合衆国出身の俳優。映画、スター・ウォーズシリーズ、ブレード・ランナーシリーズ、ジャック・ライアンシリーズなどの関連作品出演で知られ、特に代表作、インディ・ジョーンズシリーズでは長きにわたり主演を務めた。1981年2016年、サターン賞受賞。ウィスコンシン州のリポン・カレッジで哲学と英文学を専攻したが、 修士学位の授与がないことを理由に中退。以後、役者を目指しウィリアムズベイの書き巡業に参加。地元劇団での活動を経て、本格的に俳優として活動するためロサンゼルスに移住。そこで、コロンビア映画の重役に認められ、同社所属の俳優として契約を結び、1966年に現金作戦で映画デビュー。その後は、大作映画や、 テレビドラマで脇役やゲスト出演を続けるも、十分な作品に恵まれない状況や映画俳優としてのあり方に疑問を抱き、契約終了後は独学で技術を学び、大工に転職する。家のリフォームや家具作りをしながら、生計を立てる一方で俳優として活躍するチャンスを模索した。その後、大工仕事を通じて知り合った映画プロデューサー、フレット・ルースの紹介を受け、 映画、アメリカングラフィティに出演。自身の役柄に対して様々なアイディアを出すなど、積極的な姿勢が評価され、監督であるジョージ・ルーカスの信頼を得るとともに、この映画のプロデューサーでもあった、フランシス・フォード・コッポラにも注目され、続けて、カンバセーション、登場に出演。その後はアメリカン・ゾエトロープで、裏方として働きながら、コッポラやルーカスなどと進行を結んだ。 1977年にはフレッド・ルースの紹介でスター・ウォーズのオーディションを受け参加時の不安な心境と男らしい雰囲気が決め手となりハンソロ役に抜擢され同映画の爆発的ヒットに伴い一躍人気スターとなったスター・ウォーズ旧三部作のハンソロ役を演じる一方ナバロンの嵐やハノーバー・ストリート・アイシューの街角など数々の話題作に出演し 俳優としての活動に弾みをつけ、1981年には、ジョージ・ルーカスの制作で、スティーブン・スピルバーグが監督した、レーダース、失われた、アーク、世紀で主役のインディ・ジョーンズを演じた。同作も、スター・ウォーズ同様に、大ヒットを記録し、後に、シリーズ化された。アメリカ映画界の二大ヒーロー役を手にし、アクションスターとして活躍する一方、1985年には、 刑事ジョンブック目撃者で、正義感あふれるタフな刑事役を主演し、アーミッシュの文化に戸惑いながらも、犯罪を目撃した母子と心を通わせる、人間味豊かな演技が評判を呼び、その年のアカデミー主演団優勝にノミネートされ、演技力も高く評価された。その後は、ロマン・ポランスキー、アラン・ジェイ・パクラ、マイク・ニコルズなど、アメリカ映画界を代表する監督の作品に、 アイツで出演。ワーキングガールでは、ヒロインと恋仲になる重役を軽妙なタッチで演じ、心の旅では記憶喪失となりながらも、温かい人間性を取り戻していく辛辣な弁護士を演じるなど、ロマンチックコメディからサスペンスまで幅広いジャンルの映画に出演して、俳優としての幅を広げた。1992年には、ベストセラー作家、トム・クランシー原作の映画、 パトリオットゲームで人気キャラクターのジャック・ライアンを演じ大ヒットを記録。その成功を受けて制作された続編今そこにある危機にも同役で主演し3度目の当たり役となった。1993年には往年のテレビドラマをリメイクした映画逃亡者で主人公リチャード・キンブルを演じて工業的に大きな成功を収め。 ゴールデングローブ賞にノミネートされるなど、ハリウッドのマネーメイキングスターとしての地位を確固たるものとした。2000年代もマイペースに俳優業を続け、2008年に4度目となるインディ・ジョーンズ役を演じた、インディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国では60代ながらも、カカニアクションに挑戦したほか、2010年に公開された小さな命が呼ぶ時では、 俳優として出演するだけでなく、二度目となる制作葬式を担当している。2015年3月、自らが操縦する小型機 PT-22 が墜落し負傷するが、4ヶ月後に元気な姿を見せた。2015年12月公開の、スター・ウォーズ・ホースの覚醒には30年ぶりに半ソロ役として出演した。 2017年10月公開のブレードランナー2049では35年ぶりに再びリックでカード役として出演した。2019年6月公開のペットにではキャリア初となるアニメーション作品への声の出演を務めた。2020年7月には5作目となるインディ・ジョーンズの新作が公開される予定である。出世作 インディ・ジョーンズシリーズより5歳キャリスタ・フロック・ハート現在まで初期を村井国を90年代後期以後は磯ベツトムが多くの作品を担当している。この他にも堀勝之助、狭間道を塚山正種、菅尾隆行等も複数回担当。また、アメリカングラフィティとインディ・ジョーンズシリーズに限っては内田直也が担当している。ありがとうございます。